台風10号は強い勢力を維持したまま、1時間におよそ15キロの速さで北上しています。熊本県内はほぼ全域が風速25メートル以上の暴風域に入ったとみられます。益城町では午前9時23分に 30.3 メートルの最大瞬間風速を観測しました。球磨郡湯前町では降り始めからの雨量が440ミリを超えています。この後も県内は多いところで1時間80ミリの猛烈な雨が予想されていて、明日午前6時までの24時間の雨量は多いところで400ミリとなる見込みです。現在、上天草市などに土砂災害警戒情報が発表されているほか、県内の広い範囲に大雨警報、全域に暴風警報が出ています。また、県内の一部に洪水警報、宇城市、八代市などの沿岸部に波浪・高潮警報が出ています。そして、県内38の市町村で避難指示が発表されています。また、熊本市で50代男性が倒れていた竹を避けようとして転倒するなど、県内で2人がけがをしました。交通への影響です。JR 九州は午前9時半ごろから九州新幹線の運転を見合わせています。熊本駅では今朝、動いているうちに乗り込もうと駆け込む利用者の姿が見られました。今から博多に行きます。で、変更してもらったって感じなので、ちょっと今回運よく取れたみたいだったので。新大阪に帰ります。今帰りました。とりあえず博多まで。明日は新幹線、在来線ともに始発から運転を見合わせるほか、県内5つのバス会社も今日と明日、すべての路線バスと高速バスを運休します。また、高速道路は八代と鹿児島インターの上下線などが通行止めとなっています。続いて天草市から中継です。宮沢さん。はい、天草市にある旅館の部屋からお伝えしています。この辺りは2時間ほどずっと雨と風が急激に強い状態が続いています。外を見てみましても、横殴りの風と雨がですね、この室内の窓ガラスに強く打ちつけてくるような状態です。一時弱まってもぐっとまた強い風が吹いてくる、そんな状況が続いています。さらにですね、海の方を見てみますと、白波が立っているこの範囲がどんどんと広がっているように見えます。さらに強く打ちつけている波、高い波がですね、奥の港ではそこにつけられている船を大きく揺らしています。県内は今夜にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象台は暴風や土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ここまで中継でした。そして今後の台風について、気象予報士の北島さんです。はい、引き続き大雨や暴風など厳重な警戒が必要です。雨の予想を見ていきますと、台風の中心を取り囲む活発な雨雲が県内と流れ込むため、今日は雨が強弱を繰り返しながら降り続きます。この2日間に降った雨の量を見ていきますと、湯の前町ではすでに400ミリを超えるなど、久間地方が中心だった大雨が今後は県内全域に広がり、また明日の午前にかけては線状降水帯が発生する恐れがありますので、雨による災害には厳重な警戒が必要です。また暴風にも厳重に警戒してください。こちらをご覧ください。県の北部では風速25メートル以上の暴風域に明日の午前にかけて入り続けます。また星マークというのは台風が最も接近している時間帯で、天草、芦北、そして久間地方ではまさに今なんですが、台風が離れていっても半日程度は暴風域の中にいますので、畑や田んぼが心配でも外出は控え、身の安全を守るようにしてください。